スケルピョンは日本の広島大学が色彩突然変異を利用し後輩で作り出した皮膚が透明で内臓が外観から透けて見える透明カエルの名称スケルピョンは野生のニホニャカガエルを用いて後輩の色彩突然変異を利用し皮膚が野生種より明るく目がグレーのグレーアイと皮膚に色味がなく目が黒いブラックアイと名付けた個体を作った後 この二種を交配した結果皮膚を透かして外から内臓を確認できる個体が現れた。これを広島大学はスケルピオンと名付けた。広島大大学院理学研究科教授の住田正幸は2007年にこの透明ガエルの誕生を学会で発表した。従来よりカエルの内臓を解剖せずに観察することができる。 実験動物の開発が望まれていたという背景がある。スケルピョンは、幼生期から生態期に至るあらゆるの段階で内臓や骨を投資でき、個体は後輩だけで作成することが可能であるため、従来のトランスジェニックガエルに比べて取り扱いが極めて容易スケルピョンの幼生は、スケル弱シと呼ばれる。2011年2月21日、 スケルピオンの生態を約200匹まで増やし量産の目処が立ったと発表されたただし生活力が弱く1から2ヶ月で死んでしまうという問題も存在するネイチャーニュースシースルーフロッグオファーズインサイドインフォメーションネイチャー449-521スミダ M エ,エトールザファーストシースルーフロッグクリエイテッドバイブリーディングディスクリプション インヘリタンスパターンズアンドダーマルクロマトフォーストラクチャーサイエンティフィックリポーツ624431ありがとうございます。